かぶっちゃった。はい、おはようございます。小川様でお名前お間違いないでしょうか。はい、あ、小川様でかしこまりました。はい、お願いします。はい、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっち来れば。あ、こっち来てください。あの対面ツアーなんで。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。本日面接、はい、はい、面接の司会を務めさせていただく MMH ジャパンの長村と申します。本日はよろしくお願いいたします。音大丈夫。よろしくお願いいたします。本日は面接の機会をいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。早速なのですが、本日の面接の流れを簡単にご説明させていただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まず、小川様の、はい、小川様の方から、簡単にで大丈夫ですので、会社やお仕事のご説明をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、で次に簡単にですね、私の方からインドネシアのふるさと紹介をさせていただければと思います。はい、こちらが終わりましたら、続いて生徒から自己紹介をさせていただきます。そして次に社長様の方から生徒に質疑をしていただければと思います。こちら終わりましたら、生徒から小川様に質疑をして、質問をさせていただければと思います。そして最後に生徒の方から自己アピールをさせていただければと思います。本日はこのような流れになるのですが、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。では早速なのですが、まずはじめに小川様の方から御社のお仕事のご説明を簡単にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。農業をやってます。はい。作ってるものは、日本語で大丈夫ですか、ね、大丈夫です。こちら通訳を通させていただきますので、はい、難しい言葉や、はいはい、少し長くなってしまっても大丈夫でございます。はいはい、作ってるものは、白菜、キャベツ、レタス、あとは、人参とネギとトウモロコシが季節によってこう変わるんですけど、を年間通して作ってます。はい。はい、あと、まあ仕事的には、まあ一緒にやるっていう感じで、種まきから植え付け、あとは収穫ですね。もう一度こちらの。まあ一緒にこう仕事して、一緒にこう覚えていくっていう感じですかね。かしこまりました。以上でよろしいでしょうか。はい。かしこまりました。ご丁寧にありがとうございました。はい。失礼します。はい、こちら、通訳をしていただけますので、デリーさん、通訳を、はい、お願いいたします。ああ。はい、かしこまりました。はい。あ、小川様、おはようございます。はい。本日の、通訳を務めさせていただきます。デリーと申します。よろしくお願いします。これからその、これからお仕事の内容に関しまして、生徒たちに、通訳で説明させていただきます。はい、OK、jadi, perusahaan beliau, OK, beliau namanya Ogawa sama ya, dan, kerjanya adalah pertanian. Nah, apa saja yang dilakukan di bidang pertanian, apa saja yang ditanikan, yaitu ada hakusai atau sayuran putih, kemudian kedua, kiabets, bangkol ya, bangkol, lettuce, terus ninjin, wortel, kemudian negi, bawang, sama tomorokoshi, jagung, itu dan apa tapi itu apa setiap musimnya itu bakal berbeda-beda juga tapi kurang lebih itu apa contoh-contohnya terus apa kerjanya ya apa kalian bareng-bareng bersama-sama itu. Terus kalian itu kerja di awal ya dari nanti sampai panen mina sama kalian masak kah oke sama kore de saya kau ijo to narimasu yoroshiku onegaishimasu tsutaeta tte iu desu. はい、ちょっと小川様ご説明ありがとうございました。では簡単にですね、私の方からふるさと紹介をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、
はい、おもてなし施設では現地の学校として日本人のハートをつかむをモットーに日々教育をしております。はい、本日はその中でも特に元気な、6名をですね紹介させていただければと思います。小川様、今回の生徒たちのいる学校の場所や様子を簡単な、1分間程度の VTR でまとめましたので、そちらご覧いただけますでしょうか。ありがとうございます。ベリーさん、今見えますか。見えます。はい。あ、甲子園だ。はい、ご覧いただきありがとうございました。こちらでふるさと紹介が以上となります。ありがとうございました。ではですね、早速、生徒たちの自己紹介をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、まずはじめにですね、それは簡単な方法ですね。はい、ビデオの通り、まずは種を準備をして、その嫌いなまでに洗って、そしてなんかそして、その道具は、ご用意して、例えば、バスケットと、そしてパネルクロスです。なんか、1ヶ月ぐらい収穫しました。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。小川様、生徒たちの自己アピールは以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。生徒たちの自己紹介、まあ、全てを踏まえて、最後に何かご質問等はございますでしょうか。何かありますか。大丈夫ですか。はい、今働いているのは3人なんですけど、私の父です。年齢は82歳です。で、私が、52歳です。で、私の息子なんですけど、22歳です。18から、仕事を、畑の方やってくれてます。うん。はい。うん、力の質問。自転車。自転車みんな乗れますか？かしこまりました。あ、すみません。はい、挙手制でも大丈夫ですかね。挙手しても。あ、大丈夫です。かしこまりました。ありがとうございます。皆さん、自転車に乗れますか。乗れる人は手を挙げてください。はい、私です。自転車に乗れる人は手を挙げて。上げて。乗れます。みんな乗れますね。みんな乗れますね。そうですね。インドネシアでは移動手段が大体バイクか自転車が多いので。結構乗れる人がほとんどですね。はい。そうですか。はい。はい、その他もぜひ何かございましたら最後に、はい、よろしくお願いいたします。娘が、高校生か、
ああ、聞いても大丈夫ですか？休みが結構多い方がいいのか、うん、休みが。ああ、聞いて大丈夫です。一応、この前最後に仕上げたみたいに、繁忙期あるから、その時はめちゃくちゃ働くよとかも入れたんで、それは重々承知して、働く意欲で来てると思うんで、大丈夫だと思うんですけど。はい、そうですね、私の方でも確認しておりまして、はい、そちらは、はい、繁忙期ではお休みがあんまりなくて働けるっていう生徒を集めましたので、はい、はい、あ、はい、で、それ上でもっと働きたいって言ってくれたら働かしてもいいかどうかとかっていうのはまた話し合いとか質問でも大丈夫ですし、うん、はい、うん、一応求人票には基本月に8日が休みっていうふうに書いてあるんですけど、はい、休みの日であってもこっちが忙しい、あ、まあ繁忙期なんです。そうそう、それが繁忙期ですね。そう、うん、はい、結構働きたいのか、うん、休みが結構欲しいのか、はい、ちょっとこれも聞いてみますね、うん、はい、はい、すみません、はい、皆さん聞こえますか？はい、聞こえます、聞こえます。じゃあそうだな、皆さんはたくさん働きたいですか？いっぱい働きたい、休みの日でもちょっと働かなきゃいけないぐらい働きたいですか？それともやっぱりいっぱい休んで働きたいですか？どっちか教えてください。いっぱい働きたい人、たくさん働きたい人、はい、私です。いっぱい働きたいでも大丈夫です、うん、100% 仕事していますはい、お金は済みます。手を挙げてもらえますか？たくさん仕事があっても大丈夫です、お休みが少し少なくても大丈夫ですっていう人、手を挙げてください。私です。はい、大丈夫です。大丈夫です。分かってんのかな。毎日仕事も大丈夫です。はい、そうですね、私が2日前に授業した時も一応こちら聞いておりまして、うん、いっぱい働きたいと言っておりましたので、そうですか、いっぱい働けばお金はいっぱいですね。わ、ね、かりました、はい。ありがとうございます。一応、こんな感じですかね。うん、はい、先ほど自己アピールの際にちょっと声が聞こえたんですけど、体力テストなんですけども、うん、はい、体力テストの方がですね、腕立て、腹筋、スクワットの方を35回、うん、あと、3キロですね、3キロ走るっていうのをクリアした生徒が体力テスト合格に丸がついている生徒です。なるほど。ですね、結構、インドネシア人みんな運動スポーツしているので体力にも自信がある生徒たくさんおりますので、うん、そちらの方もご安心ください。はい、はい、ありがとうございます。その他ご質問等は大丈夫でしょうか？うん、まあ、あれ、なんか聞きたいことありますか？あ、別に分かんない。じゃあ、こんな感じで大丈夫です。はい、ありがとうございました。ぜひご縁があった生徒を選んでいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は大変お忙しい中、貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。あ、花輪です。お疲れ様でした。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、即決ではないんですけども、はい、十分に考慮して、はい、この中から決めるかどうかも含めて、はい、ね、お話し合いをさせていただきたいと思うので、かしこまりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、また何かありましたら森の方にご連絡いただければと思います。はい、はい、森さん今顔出してましたね。すいません、ご挨拶できなくて。すいません、ありがとうございます。はい、本日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。失礼します。